の完全非核化確認日米韓外相会談というね、こちら続いて深入りまいりましょう。6.12 米朝首脳会談、はい、トランプさんと金正恩委員長との会談が終わって、今日7月の9日ですから大体1ヶ月なんですよね。すいません、雨降ってきて大変ですね。ああ来ちゃいましたね。すごい雨ですよね。みんなこのスタジオ入ります？本当入っていただけるんであれば入っていただいた方がねいいんですけどね。このたくさんの人数は全員入れない。横だともうちょっと とりあえずこのガラス破って入ります。いや後ろの人なるべく、はい、あの通り雨だと思うので、はい、通り雨かな。はい、すいません、じゃあニュース続けるとですね、はい、どこまで話したかというと 6.12 の米朝首脳会談からだいたい1ヶ月近く経ってですね、はい、まあ、真相がもうほぼ分かったと言ってもいいと思うんですよね。それでさっきあの世の中に複雑なことは実はないんですという話、昨日の独立講演会でも4時間45分ぐらいの間ずっとそれをみんなに分かっていただきたくてあえて繰り返したんですけどね、米朝首脳会談は、まあ、トランプさんの、プラスマイナス両方の個性を全部合わせて言えば、はい、トランプさんの個性もあって、実は非常に分かりやすいものなんですよ、うん、でね、これも昨日講演会でも言ったことですけど、オールドメディアや評論家や学者の言うことと真逆でトランプ大統領は予測が最もしやすい大統領だということがはっきりしてきたんですよ。というのはありとあらゆることについて大統領選挙の時に公約したことのまんまなんですよ、ね、でそれはトランプさんがとても信頼できて約束を実行できるという意味よりも、ね、要するに大統領選挙で公約したことのおかげで、はい、まあ、大逆転勝利を手にしたわけですよ ね。実際の得票はヒラリーさんよりなんと300万票ぐらい少なかったのに選挙制度の欠陥にも救われましたが、要は成功体験になってるわけですよ、はい、ね、トランプさんって成功と失敗、失敗と成功を繰り返してきたビジネスマンだから、ね、成功した例をこうより拡大 しようとする傾向は間違いなくあって、だから再選されることが間違いなくトランプさんの一番の目的なんで、アメリカフィーストとおっしゃってるけど本当はドナルドフィーストだって、僕アメリカの人に最近言ったら、そうだと。でトランプはファミリーネームだ。否定されませんでしたか？否定なんか誰もしないですよ。トランプ大統領の支持者でもね、非常に支持者っていうか政府高官ですよね、非常に地位の高い人だとこうじーっと僕のこう見るだけで、はい、違うという人は結構な人に会ってきましたけどね、トランプ政権になってから、入れ替わった人は会ってきましたけども、誰もいないですよね。だからトランプファミリーのためでもなくて ドナルドさん、つまりご自分のためなんですよ。でそれはこれは非常にやっぱ分かりやすい人で、それは再選なんですよ、ね、そうすると1期目に1期目をゲットした約束をその1期の4年間の間に実行すると再選の可能性高いってそれは誰でも思いますよね。そうでしょ、はい、落ちたヒラリーさんはなんで私が落ちたってねずっとこうネガティブに考えるけど、こちらはポジティブに考えられますよね。これ公約したから受かったんだと、ということはニューヨークタイムズとかワシントンポストが何をと関係ないわけですよね、そんな支持者じゃないから、はい、で そんな新聞なんか読まないっていうか、もともと読めないですよ、ローカル紙だから、ニューヨークとワシントンにしかないんだから、ね、で そこには実は頭で生きてる人ばっかりで、はい、体張って労働してる人はほとんどいないわけだから、タクシーの運転手さんぐらいですよ、あと地下鉄工事と、ね、下手するとアメリカ国籍持ってる人はあまりいなかったりするわけですよ、下手するとになる、はい、本当はよく言われるけどニューヨークでタクシーに乗ったら米語使うなって昔から言われてますから、うん、いやだからその普通の米語で言っちゃダメだよって分かんないから、ワシントンはそうでもないけども、だからそういうことを考えるとトランプさんの支持者っていうのは何を欲するかっていうのがよく分かるわけですよね。で例えば他国の人権問題、拉致事件も含めて頑張ってくださいと思う人は実はそれは善意を持って思ってくれることを、とりあえず自分の仕事が危ないってことに関心があるわけだから、だからその北朝鮮についても本質的に関心があるとは言えません、うん、いや北朝鮮については去年の秋口にアメリカに届くかもしれない、かもしれない核ミサイルのエンジンだけは成功させたので、エンジンの実験ですけどもね、実際に飛ばしたわけじゃないけれども、それからグアムに打ち込む
グアムの目の前の海ですけど撃ち込むって言ったから、はい、これは危ないってことになって軍事攻撃を本当は準備して、サイバーアタックを最初からやるっていう作戦まで立案したら北朝鮮にそれが漏れて、はい、で北朝鮮の金正恩委員長が急に核開発はもう完成した、つまりもうやんないと、アメリカに届くやつは作らないと言ったから、その後ずっと半年以上やってこの首脳会談になっただけなんで、その会談でも約束したことはアメリカに届く核だけは作るなよ、はい作りませんということだけだったってことなんですよ。それでトランプさんはアメリカファーストって言ってるってことは、つまりアメリカは一番大事だ、そんなもん昔の大統領がずっと言ってるわけだから、そうじゃなくて自分のことしかやらないって言ってるんですよ。トランプさんもそうだけど、アメリカも自分のことしかやらない、もともとそういう国だったんだから、第二次世界大戦真珠湾攻撃の、まあ、日本が乗っけられて真珠湾攻撃を してからずっと世界に介入してきて、無理してきた、背伸びしてきたけど、もうその前に戻るっていう意味ですから、当然日本に対する核とか拉致事件は日本がやれという話なんですよ。で北朝鮮に興味ないから、北朝鮮の経済復興なんかどうでもいいわけですよ。もっと言うと政治犯収容所もどうでもいいわけ。だからいやトランプさんだから、そういう意味では別にかばって言うんじゃなくて正直な人だから、人権問題は話さなかったと言ってるわけですよ。で人権問題は話さなかったのに米朝首脳会談でなんで拉致事件だけ話したかというと、それはアメリカは金出さないからですよ。で日韓が金出すんだって言ったけど、韓国にそんな力ないから、だいたい金って言ったって韓国のウォンなんか世界中の誰も見向きもしないんだから。で韓国の持ってるドルは自分で不安だから、日韓スワップ協定やってくれってまた裏から言ってきてるわけですから、そんな国が北朝鮮みたいな底なしみたいなところにお金なんか出せるわけないじゃないですか。そうでしょ、はい、だから結局円しかないんですよ、世界中から信用されてる円しかないから。だからトランプさんはそういうことはもちろん経済は分かりますから、だから拉致会社返せよと、そうでないと日本は金出さないと、ね、しかし日本拉致会社返さなくて日本が金出さなくてもアメリカは出すわけじゃないよと、そんな時はアメリカがじゃなくて、そんな時も知らんぞと、そのまま全部自分でやれと、ね、それだけの米朝首脳会談だったんですよ、ね、それでもう一つの重大な重大な重大な超重大なポイントは、戦争をやらないと言ったというふうに北朝鮮は理解したわけ。それでも不安だからその後すぐ中国行って、ね、トランプさんとはすぐ実務協議を始めるとか言いながら、そうほっといて、まず自分が習近平じゃない言って、もしアメリカがまた心変わりして、つまり北朝鮮は核捨てる気ないから、アメリカはやっぱり騙したのかと、でトランプさん怒ると多分すごいだろうというイメージあるから、ね、それはシリアにどこかとか打ち込んだりしたから、だから人民解放もお願いしますよと、ね、で中国は金正恩さんを非常に嫌がってたけれども、この朝鮮半島の非核化ってことを合意に盛り込んだから、ものすごく評価して、朝鮮半島の非核化ってことは核の潜在能力を持ってる米軍は朝鮮半島から出ていけて、でこの沖縄の知事選挙で11月ですけど、ずっと僕が指摘しているように中国の目的は、ね、昨日なんと11歳のお子さんから独立講演会で質問があったんですけど、中国の最終的な狙いは何だと。11歳すごいですよね、51歳じゃないんですよ、11歳、しつこいですけど31でもないんですよ、ね、いや日本の未来は明るいと僕は思いますが、その中国の狙いっていうのは、だから短期中期長期とちゃんと彼らはそういう目標を持っててね、それが、まあ、中国共産党の最も大きな強みなんですけど、その、短期には無理だけど中期的目標っていうのは、この北東アジアから米軍を叩き出すことなんですよ、ね、でもともと例えば太平軍司令部っていうのはインド太平軍司令部って名前変えたっていうのは、もともとやっぱり米軍はむしろ北東に集中、北東アジアでいうと北東部に集中してて、日本と韓国に、特に日本に集中しててですね、南が弱いわけですよ。だもんでインドの名前を入れて南の展開したいと、ね、でも米軍は一定の勢力しかないから、やっぱ中国は南シナ海で騒いだ方が有利になるわけですよ。北東アジアがもともと手薄になってくる、このチャンスに全部出ていかそうと、ね、でまず太平洋をハワイから西を握ってしまって日本をその中に沈めてしまえっていうのが中国の間違いない、これあえて申しますが世の中に 100% ないっていうことあるんですよ。 100% 間違いないんです、ね、でそう考えると金正恩委員長は非常に使えるやつだと、ね、朝鮮半島の非核化でトランプさんという個性とぴったりあってですね、トランプさんは経済効果がないと、つまり在韓米軍っていうのは経済効果が分かんないんです。在日米軍は経済効果が分かるわけです。日米同盟っていうのはアメリカにとって非常に豊かなの成果をもたらすけど、米韓同盟っていうのはさっき言ったウォンのクレディビリティもないし、
何が成果か分かんないわけですよ。はい、これ全部非常に分かりやすく貫かれた話で、だから予測可能な大統領なんですよ。昨日も言ったんですけど、これトランプさん次何するか知りたかったら大統領選挙の時の公約をもう一度見ればいいんですよ、ね、でほとんどやってますよね。だからパリ協定離脱とか、下手すと WTO から離脱する、最終的には自分で作った国連から離脱するってことまで含めて、アメリカファーストってそういう意味ですから、もう人の世話はしませんってことなんですよ、ね、それでその中でしかも、いやそれじゃいけないんだ、例えば米韓同盟の大事だと言ったような人は全部クビにしたので、したがって、端的に言うとポンペイオ国務長官っていうのは合衆国の歴代の外務大臣国務長官の中でも最もイエスマンですよね。でその状態で北に行ったから、ちょっと話を元に戻すと、戦争やりませんって言ったアメリカはもう何者でもないんですよ、ね、僕ずっと言ってでしょ、売るもんがないんですから軍事以外は。アメ車なんで走ってます、そうでしょ。でそしたらブログに書き込みがあって、いや物作りの現場から言ったら日本もひどいことになってると、例えば日本製のコンピューターなんていうのはソフトが全くダメだというね書き込みをいただいたんだけど、もちろんその懸念も大事だけれども、今現在で言うと例えば車は端的に、国力を表すんですよ、国の水準をですね。これは車もこうだったけどこうなるかと思ったら電気自動車の出現でですね、だから全自動の出現もあってもう こうなってるわけですよ。だから自動車っていうのは非常に指標になるんです。これは好き嫌い別にしてですね、まあ、僕に書き込みいただいた方なんかは、まあ、こういうものの方が IT 関係の方が指標になると思われてるんでしょうが、実は IT と自動車も融合してるからすでに、ね、だからもう一回言いますが、世界中でアメ車はどこで見ますかになるんです。主としてテキサスで見るわけですよ、ね、でワシントン DC 行くとレクサスしか走ってないんですよ、もう本当に政府の関係部署のとこ行くと。でちょっと昨日の独立講演会で言った話が今日多すぎるけど、僕のよく知ってる政府高官がレクサスはアメリカ製だと言って聞かなかったりするんですよ。これがトヨタだったらトヨタって言うはずだと、でもこれはレクサスって言うんだから、はい、って言うから、はい、だから君みたいな人がいるから、ね、例えばホンダだってアキュラって言ったりするんであって、こういう地震会場の人がいるからレクサスって言ってるだけで、これは日本のトヨタなんだと言ったら、彼は調べてから逆襲してきて、部品は全部アメリカで作ってるって言ったから、それは違うでしょって。だからもちろんアメリカのためにメイン USA になってるんだけども、もともとは日本の部品技術が集まってレクサスになってんだと、はい、ね、気持ちは分かりますけどね。いやそれでも彼は納得してないんですよ、それは政府高官ですよ、ね、でということはアメリカはつまり軍事力が支えてるアメリカっていうのは、例えば20年前と比べたらものすごくのウエイト高いんですよ。それが戦争やらないって言ったらですね、北朝鮮ごときはチャイナと組めばそれで OK でもう舐め切ってるわけですよ。そこにポンペオさんが言ったでしょ。だから実際何が起きたかというとですね、ポンペオさんは日本に来たからもこの三国のね、はい、日米韓の外相会談でも強調したのは成果があったって言ってるんだけど、北朝鮮はですね、まあ、北朝鮮もこう本当に野郎時代っていうのか、中国が味方になってくれたと思ったらもうこんなになっててですね、こういうふうに北朝鮮を非難すると僕へのテロのリスクが増すからやめてくれって言われてるんですが、私は事実を言ってるだけであって、つまりポンペイオさんが北朝鮮を離れた瞬間に普段はほとんど存在が見えない外務省なるものがですね、まあ正確には外交部ですけど、外交部がですね、アメリカはけしからんとね、傲慢な態度をしやがってっていうことを投げつけたんですよ、声明で。だから完全にアメリカが舐められた状況にあるわけです。だから河野外務大臣に申し訳ないけど、日米韓外相会談でこの何を確認できるかって何も確認できることなんかないんですよ。でこの完全非核化確認って、北朝鮮の完全非核化っていうのも北朝鮮 のアメリカに対する完全非核化をやりましょうねっていうことを実は確認したに等しいんであって、日本に対するものとか韓国に対する脅威は自分でやるって話なんですよ、これ実は。だからポンペイオ国務長官が安倍さんと会った時も基本的には実はそういう話なんですよね。でその現実はこれはかつて僕の前のブトシンとかね、ぶっとい新書って結局今回で3冊目になっちゃうんですけど、
そこで指摘している、ずっとあの僭越ながら指摘したのは、今までの世界の仕組みは壊れるんですと、はい、これ、トランプさんが立候補してる当選する前から僕は言ってるんですけれども、立候補しただけでももう、つまり大統領候補者の指名選挙に勝っただけでもね、もう世界の秩序は壊れるんで、第二次世界大戦後に勝ったアメリカが作った秩序が壊れるっていうのは自分で壊していくから、ということは敗戦国の日本にとっては、はい、もうその敗戦のトラウマにとらわれてる時期がないと。嫌が王でもね。嫌が王でも、その通りですよ。一平氏の言ったら、嫌が王でも生まれ変わらざるを得ないと、はい、いつまでも自分は敗戦国で資源のない国だってしがみついてるのは、なかなか自分で日本はできなかったけど、世界の方からというかアメリカの方からそうなりますと、なりますって予言だったんですけど、今目の前で見てるわけです。それが、その通り、僕の予言が当たったってことを言ってんじゃなくて、懸念した通りになってますと、はい、で懸念はもう史上最高のチャンスなんですよ。敗戦国の首輝きが取れるわけですから、ね、だから憲法9条の改正も同じなんです。誰が読んでも、そんなもんイデアルの違いじゃなくて、自分というか国民を守る手段を持たないと、武力で脅すことも武力で威嚇するっていうのは別に悪気があってやるって意味じゃなくて、国民を奪ったりするしたら武力使いますよという意味で、戦争を起こさせないために武力の威嚇、つまり抑止力が必要だけど、それも1項で指定してあって、91項で9条の1項で、91項じゃなくて9条の1項で、武力を使うことだけじゃなくて武力で威嚇することも否定し、で第2項ではその具体的な裏付けとして、陸軍海軍空軍だけじゃなくてその他の戦力も持たないと、極めつけが相手が国だったら何されても戦うなと。これは簡単に言うと敗戦国だから戦勝国のアメリカに守ってもらいましょうっていう話に過ぎないでしょ。だから憲法学者いらないって言ってるんですよ。東京大学で教えるときにいつも言ってるのは憲法学はいらないと。だから授業を受けてるやつは分一が今多くて憲法学が必須なんですよ、ね、僕は問題発言しかしない。国会議員としても、ね、人に物を教える立場としても、でもこれは普通に読めばですよ、ね、ここから人類の高邁な理想を汲み取る、その努力も僕は決して評価しないわけじゃない、はい、でもこれは、例えば日本国民はとその書いてるのを、その青山繁晴はと、ね、青山繁晴はその家族に何があろうともですね、武力による威嚇、武力による武力の行使、それからその他の戦力、それから相手がチンパンジーならいいけど人同士だったら交戦権はないと言ってたら誰が僕を信用するんですかと。武力の行使だって正当防衛で あるんですよ、刑法上、ね、だから刑法上認められてるその正当防衛まで否定してる、そこまで言いたくないから自衛権は大丈夫になってるわけです。だからそれを逆手にとって自衛権の発動を妨げないってのを付け加えたら全部が裏返しに、いい意味の裏返しになりますってことを言ってるんであって、こういう話も青山が右寄りだからとか、あるいはそのネットの表現だとなんだろう、その口に出したの初めてだけど、ネット上に支持されてるとか、ね、で右翼と言われた側はパヨクって言ったりですね、そうやってる世界はもう終わりなんですよ。